演舞開演。本日は日清食品のココナッツサブレ、日清のバスチャを食べられる。今回のココナッツサブレもいろいろなことがあって、昔は一つしかなかったのに、食べ過ぎ防止に食べたな、それとも分け合うかね。見た感じは抹茶って風の雰囲気はないのですが、とりあえずいただきます。いろいろと試行錯誤するのも大事ですよね。見た感じは抹茶っていう雰囲気はなかったのですが、一口食べてみたら瞬間にその抹茶の香りが口中にぶわっと広がりました。ココナッツサブレ特有のサクサク感もしっかりあって、サクサクした食感と抹茶の風味を同時に楽しむことができて、通常とはまた違った美味しさがあって美味しかったです。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。